イナオズーです。今回紹介するのはレゴシティの改造レースカー60396です。袋は3でパーツは359個、そして説明書が2冊入ってました。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグはドライバーが2台です。女性ドライバーレーシングスーツは緑にシルバーになってるんですけど、これ側面もシルバーになってますんで結構綺麗でかっこいいなと思いました。で、顔なんですが、この顔ともう一つこのサングラスをかけた顔がついてるんですよね。まあ、個人的にはこっちの方が好きかなと思います。で、この紙パーツの代わりに、ヘルメットをつけることもできるようになってます。かっこいいですよね。男性ドライバー、こっちはコーラルピンクにシルバーといった感じですかね。これも側面と上のところシルバーになってますんで、なかなかいいなと思います。で、顔はこの一つだけになってて、紙パーツをヘルメットに変えることができます。これも黒になってるんですよね。かっこいいですね。次に車両を見ていきましょう。設定ではこれどちらもレースカーということになってました。で、こちらがオフロードタイプ、こちらがスポーツカータイプになってます。まずはオフロードタイプから、フロントライトが緑ということでこれは珍しいですよね。あとガードがやっぱりオフロードって感じがしていいなと思いました。で、その後ろボンネットなんですが、エンジンパーツか、まあ、スーパーチャージャーかちょっとわかりませんけど、こんな感じで外すことができます。他のものに付け替えることもできますんで、これ遊びやすそうですよね。その横ダクトっぽいのがあるのもかっこいいなと思いました。で、サイドの部分なんですけど、シルバーのこのパーツ、これ塗装パーツなんですよね。これむちゃくちゃ綺麗ですね。ちなみに他のセットからパーツを持ってきて、周りをぐるっとシルバーの塗装パーツにしてみました。いかがでしょうか。これ綺麗ですよね。もうキラキラです。なかなか印象的でかっこいい車両になったんじゃないかなと思います。このセットだけではこれ作ることができないので注意してください。まあ、できればね、こういうなんかもうギラッキラな車両を一度出してほしいなと思いますね。一応このタイプであればこのセットだけで作ることが可能です。で、その後ろ運転席周り、風防も緑のクリアパーツということで、これ珍しいですよね。まあ、これ新パーツではあるんですけど、まあ、おそらくこのチャンネルでは緑のクリアパーツの風防を持った車両を紹介してないんじゃないかなと思います。間違えてたらごめんなさい。まあ、いずれにしてもすごくね珍しいと思いますね。で、ルーフパーツを外すことができます。で、中なんですが、ハンドルが一つで、奥に斜めのね、パーツがあるんで、まあ、できればここにパネルのプリントパーツがね欲しかったなと思いますね。で、両サイド L 字になってて、後ろに背もたれパーツがあります。ということで、ここにミニフィグ座らせましょう。はい、こんな感じになりますね。で、この状態でルーフパーツを戻すとこうなります。今紙パーツにしてますけど、これでもちゃんと乗せることが可能です。
前から見ると、まあ、この風防パーツちょっと中が見えにくくはあるんですけど、一応顔は確認することができますね。でその後ろの部分、これね、まあ、カーブを作ってるんだと思いますけど、なかなかよくできてるんじゃないかなと思います。すごくかっこいいですよね。でここにもシルバーの塗装パーツ使われてますんで、もうギラッギラなんですよね。やっぱりね、かなり存在感のあるパーツだなと思いますね。でリア周りなんですが、ウイングを動かすことができるのと、テールランプクリアパーツになってます。バー型かっこいいですね。でこのセット 2K ドライブをモチーフにしたセットなので、フロント部分とあとリア部分を外すことができるようになってます。ここのジョイントパーツはサイドにも同じものがついてますんで、いろんなものを付け替えることができますね。この状態でもまあでもかっこいいような気がしますけどね。続いてスポーツカータイプ見ていきましょう。これはライトでしょうかね。バー型なのかな。で、その下ですけど、スポイラーがなんとなくスポーツカーっぽいなと思います。で、その後ろ、フロントタイヤむき出しになってるのがなんかレースカーっぽいですよね。で、サイドから見た時のこの部分ですね。シルバーの塗装パーツが縦に使われてます。一番上はおそらくサイドミラーをイメージしてるのかなと思うんですけど、この辺なんかはすごくかっこいいですよね。エアインテークでしょうかね。で、運転席周り風防はピンクのクリアパーツ。これ綺麗ですよね。で、シルバーの塗装パーツ、ここにも使われてます。で、ここをカパッと開けることができるようになってます。で、中はこんな感じでサンドルが一つあります。で、奥にさっきのオフロードタイプにもあったんですけど、クリアパーツが一つ入ってます。で、両サイド L 字ではなくて斜めになってますね。で、背もたれパーツがついてます。ということで、ここに座らせましょう。よいしょ。はい、こんな感じになります。両サイドのパーツが手に当たりますんで、手をこれ以上下げることができないんですね。これちょっと微妙だなと思いました。でこれで、風防パーツ戻すとこんな感じです。サイドから見るとこんな感じです。もうヘルメットでギリギリなんですよね。なので、まあ、ちょっと高さのある紙パーツとかだともうつけられないかなという感じですね。でその後ろエンジン部分なんですけど、これね、一応こうやってここも外すことができるようになってます。こういうところいいですよね。で、その両サイドもクリアパーツが使われてます。でその後ろ、この辺りのデザインなんかおしゃれでいいなと思いました。ちなみにエンジンパーツが見えてますけど、これもさっきと一緒で簡単に外すことができるようになってます。これいいですね。でその両サイドクリアパーツ、ここにも使われてます。でリア周りスポイラーは動きません。でその下はテールランプでしょうかね。赤のクリアパーツが入ってて、両サイドにシルバーの塗装パーツ使われてますね。一番下のこれはマフラーでしょうかね。4本出てますね。でこの車両もフロントパーツ、それからリアパーツを外すことができます。あ、これもなんかかっこいいですね。近未来の乗用車って感じがしますね。続いて付属のアタッチメント見ていきましょう。全部で3種類です。3種類どれも、水色のクリアパーツをベースとしてるんですよね。これ統一感あってすごくいいなと思いました。まずはこれブースターということで取り付けるとこんな風になりますね。いかがでしょう。これ早そうですよね。次にプロペラタイプです。プロペラですけどちゃんとこうやってね、それぞれ回すことができます。いかがでしょうか。まあ、こういう車両もなんかそのうち出てくるかもしれないですね。そして最後がシューターパーツですね。スプリングローディドシューターということでこんな感じでセットして、後ろを押せばこんな感じで飛ばすことができます。これね、かなり飛ばしやすいですね。はい、いかがでしたでしょうか。組み替えもできますし、アレンジもしやすいということで楽しめるセットになってるんじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は359個です。以上、レゴシティの改造レースカー60396を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見えますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。